どうも、コレテです。朝日でございます、ご視聴よろしくお願いいたします、本日はですね、こちらの水景を圧倒的に邪魔しない小型水槽ですね、石組みで、ヘアグラス、ショートヘアグラスを植えたレイアウトの水槽にミクロラスボラエリスロミクロン、こちらを入れました。で、今日でですね、入れてから6日目になりました。超絶臆病なんですよ。本当に臆病。望遠で撮っています。遠くから。だけども出てきてくれない。で、いつもは観葉植物を置いて、あんまり人影が見えないようにしているんですけども、ちょっと今日撮影するにあたって、それを撮ったんですよ。だから多分怯えて岩陰に隠れてますね。で、本当に驚くと、ヘアグラスの茂みに頭を突っ込んでます。それぐらい臆病です。あ、でもいるな。奥の方にいますね。ちょっと見えない、つらいな。ここにいるんですね。ちょっとアングル変えますね。あそこにいるんですよ。あそこの裏側にね。なかなか出てきてくれない。で、水槽に関してはですね、ちょっと見てわかる通り、ちょっと茶こけが出てきました。私の水槽で立ち上げてから茶こけ出たことなかったんですよ、今まで。でも同じやり方して茶こけ出てるので、ちょっと何か原因があるのかなっていう感じですね。そう、一応苔がどうやって発生するのかっていうのも今続けてやってるんですけれども、何の原因かは今後検証していければと思いますね。一応少し清掃して見栄えは良くなりましたが、もう少しひどい状況でした。後ろの方はでも結構茶こけついてる状況ですね。ああいう感じで。そう、本当にね、臆病なんですよね。全然出てきてくれない。水草の方、ショートヘアグラス、ADA のバイオ。で、少し茶色くなってるんですけれども、ランナーを伸ばしているので、これからもう少し密集してくるんじゃないかっていうふうに期待してます。でですね、全体で言うとこんな形ですね。まあパネルヒーターを使っているので、ヒーターがない分水槽内に、人工物がないというんですかね。なので本当にインテリアとしてはなかなかいい水槽に仕上がったのかなと思います。ワイヤーが入っているエアチューブは本当に使い勝手がいいですね。角にかかるように曲げているんですけれども、それが本当に光の屈折で水槽内ではちょっと本当に見えないような。まあ上にちょっとピコって出てますけど、真正面から見るとホースの存在すらもないみたいな。パネルヒーターを使っているので、当然、水槽内にヒーターもないので、すっきりしてるっていう形ですね。で、エアの出方も、石の、中央の大きい石の下に、水柵のフラワーを、空気の出るところがあるんですけれども、そこの出るところを、まあ、スポンジでうまく調整して、ブクブクが分散するような形で出しているので、すごいなんか、自然のような、自然に湧き出てる、空気がこう、ポコポコ、湧き出るって表現もあれかもしれないですけど、自然な形で出てるんじゃないかなって思います。ライトはこういう形、まあ Amazon で買ったやつ、本当LED の最安値みたいなやつですね。でやっています。一応その光でも、まあヘアグラスの方は育ってはいますね。ただもうちょっとしたらいいLED 買った方がいいかもしれない。そんなところかな。あ、でもちょっとずつ魚前に出てきてくれましたね。ほんと引くとこういう感じです。もうね、ほんとちっちゃいんですよ、水槽自体は。かわいいですよね。ここまで寄ってこういう感じ。まあ今ちょっと遠くから撮ってるんですけど。この小型さ、18センチ。今日ちょっと語ってるような動画なんですけれども、はい、
いやすいません、ちょっと今日全然まとまらないんですけれども、これね望遠撮ってるんで手がこんなんですけど、はい、では水景を圧倒的に邪魔しない小型水槽生態導入6日後報告動画でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。励みになります。また、何かアドバイスあればコメントいただければ私も助かりますので、そちらもよろしくお願いいたします。はい、では朝日でした。じゃ望遠なんで手です。じゃ。